24日、敬愛する最高指導者、金正恩元帥が、朝鮮労働党第5回最高委員長大会の参加者と共に記念写真を撮りました。金正恩元帥が撮影場に現れると、参加者皆は元帥に最大の栄光と心からの挨拶を送り、熱狂的に歓迎しました。元帥は参加者に手を振って温かく応えました。元帥は、朝鮮労働党の末端の基礎組織である党細胞を、党の思想と引用を実現していく前衛組織にしっかりと固め、大衆の先頭に立って、党と社会主義の国のために奮闘してきた大会参加者を熱烈に祝い、共に記念写真を撮りました。撮影が終わると、大会参加者は元帥を仰いで、嵐のような万歳の歓呼を上げました。元帥は大会参加者が今大会の基本の精神にのっとり革命が新たな高い段階へと発展したのにふさわしく全党の党細胞を忠誠心あふれる細胞党の政策実行の前衛隊伍にしっかりと固めるものと確信しました。朝鮮労働党中央委員会のチェ・ジョンヘ、パク・クァンホ、キム・チョンヘ、テ・ジョンス、オースヨン、アンジョンス、パクテソン、チェシ、パクテドクの各副委員長が同行しました。朝鮮労働党の金正恩委員長が23日朝鮮労働党第5回最高委員長大会3日目の会議で党細胞を忠誠心あふれる細胞党の政策実行の前衛隊伍に強化しようという歴史的な演説を行いました。金正恩委員長は今大会を通じて朝鮮労働党第4回細胞食大会以後の党細胞の活動で行われた成果と経験内在しているかあるいは外在している欠点が正確に分析され総括されたとし大会が今後党細胞をさらに強化するための正しい方向づけをする重要な契機となったと述べました。金正恩委員長は今、朝鮮労働党は、全党の金日成、金正恩主義家の旗高く、党の指導力と戦闘力を強化して、第7回党大会で示された社会主義強国づくりも、さらに高い目標を達成すべき任務を前にしている。党の重大な任務を成功裏に遂行するためには、党の基礎組織、若くも党細胞の機能と役割を一層強め、積極的な活動が展開されるべきだ。党細胞を強化するのは、労働党の大衆的基盤を固め、党の指導的役割と戦闘的威力を強めるためのキーポイントである。目下、党細胞を強化するのは、あらゆる試練と挑戦を跳ね返して、社会主義強国建設運用の成功裏の前進を加速化するための差し迫った要請である。全党の党細胞は、党細胞を忠誠心あふれる細胞、党の政策実行の前衛隊伍に強化しようというスローガンを掲げるべきだ。党細胞を党中央の構想と意図通りに強化するか否かは全て細胞委員長の役割にかかっている。第4回細胞初期大会以後党細胞の戦闘力が著しく強化され細胞委員長の風格と仕事ぶりに顕著な改善が見られるが今なお党細胞の活動規模と実践力、活動性は党中央の求める水準に至っていない。党細胞委員長が細胞内の党員の皆を堅実な革命家、真の金日成、金正恩主義者にしっかり準備させることにポイントを置いて党生活の組織と指導を強化すべきだ。党細胞委員長は党員の思想生活を強めることに第一義的な関心を払い五大教育を一層深めるべきだ。党細胞委員長は党の優越的指導システムを徹底させ党員の党派性を鍛えることにポイントを置いて組織生活を指導し統制すべきだ。細胞委員長は党員の間で自己批判と相互批判を強めてあらゆるマイナス現象に反対する戦いを活発に展開すべきだ。
党生活では特殊がありえず、党細胞内にダブルの規律が許されてはならない。幹部が属してある党細胞で幹部の党生活についての要求度を高め、幹部が平党員の姿勢で党生活に真面目に参加し、党組織の教育と統制の中緊張して働くようにすべきだ。党細胞委員長は細胞を党の政策実行の前衛隊伍に強化することに党細胞の活動を集中すべきだ。党細胞委員長は目下の細胞活動の基本を党中央委員会第7期第2回総会の決定実行と国家経済発展5カ年戦略の目標を達成とし、党員をはじめ勤労者をその実現に総動員すべきだ。特に現情勢の要請に即して党員をはじめ勤労者の皆が必勝の信念と自分の力に対する信頼を持って、自力構成国庫奮闘の闘争精神を高く発揮して難関と愛路を克服し、生産で飛躍を遂げるよう大いに力づけるべきだ。党の政策実行と革命課題の遂行において集団的革新と集団的英雄主義を高く発揮するためには、対人活動を心と感情に働きかけることに切り替えるべきだ。党細胞委員長は金日成金正恩主義の党の初級政治活動家の風貌と革命的大衆工作の方法を身につけるために積極的に努力すべきだと述べました。金正恩委員長は、もっと朝鮮式社会主義を守る上に害を及ぼす非社会主義的現象について指摘し、その原因は党組織と勤労者団体の組織活動家が党員をはじめ勤労者の間で教育を忍耐強く行わず、思想闘争の度合いを高めていないところにあると述べました。そして非社会主義的現象を根こそぎにするための一大革命的構想に出ることを強調し、党員をはじめ勤労者を教育し革命家に育てる拠点、朝鮮式社会主義を守る末端の革命組織である党細胞から戦いの炎を転じることに触れました。また尊重し合い、信頼し合い、協力し合って、病んでいる人、不便な人、力に余る人を助け、喜びと悲しみを分かち合い、共に幸せに暮らし、共に前進する真の人民と朝鮮式の優れた社会主義の道徳が全世界を支配するようにすべきだ。我々の社会主義文化芸術が腐り切ったブルジョア反動文化を圧倒するとき、初めて人々が敵対勢力の文化に対する幻想を抱かず、帝国主義者の思想と文化の浸透を粉砕することができる。全党が党細胞を重視し、細胞活動の改善に総力を結集すべきだ。各級党委員会は細胞委員長の陣容を充実させ、その政治実務の水準を高めるのに力を入れるべきだ。党細胞の戦闘的機能と役割を高めるためのことを党委員会の活動計画に入れて対策を講じ、党活動家が直接党細胞に降りていって細胞活動を助けてやるべきだ。中世の党細胞の称号を獲得するための活動を力強く推し進め、中世の党細胞の称号を獲得した細胞はその栄誉を守り、引き続き輝かせるよう党としての指導を深めるべきだ。党細胞の強化イコール朝鮮労働党の強化であり、党細胞の役割イコール朝鮮労働党の指導力と戦闘力だと述べました。金正恩委員長は、共に党と革命によっている使命感を深く自覚し、朝鮮労働党の強化発展と主者の革命運用の勝利のために奮闘しようと呼びかけました。
抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年記念中央報告大会が24日平壌の人民文化宮殿で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長と党と国家軍隊の幹部有党委員長党武力機関内閣勤労者団体各省中央機関の人朝鮮人民軍と朝鮮人民内務軍の軍人万元で革命学院の教職員生徒市内の機関工場企業の人そして模範労働者が大会に参加しました。朝鮮労働党中央委員会政治局委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会ヤン・ヒョンソク副委員長は記念演説でキム・ジョンスク女子の革命的生涯は国と民族の繁栄と明るい未来のために全てを尽くした偉大な革命家の最も高潔で気高い一生だった。世界史には名だたる女性革命家が多く記されているがキム・ジョンスク女子のように普通の人なら数百数千年を生きるとしても実現できないこの上なく偉大な尊い業績を残した傑出した女性革命家真の愛国者はまだいなかった。女子の業績の中で特筆した地位を占めるのは朝鮮の革命家が代を継いで見習い無限すべき指導者に対する忠誠の尊い鏡と伝統を生み出したことである。国と革命のために尽くして成した女子の不滅の業績は偉大なキム・イルソン主席の導きのもと銃を取って国を解放し栄える国づくりの軍事的土台をしっかりと固めるのに大いに貢献したことである。女子は建国の日々主席の思想と意図通り人民皆を新しい国づくりへと奮起させるために労苦を尽くした。国と革命のために尽くして成した女子の一番の業績は偉大なキム・ジョンウン総書記を未来の太陽として育て上げ人民が代を継いで指導者将軍に恵まれるという最大の栄光と幸せに良くしたことである。国の繁栄と人民の幸せのために全てを尽くした女子の革命的生涯と戦いの業績は勝利一路を進む土の社会主義強国づくりの偉業とともに不滅のものであろうと述べています。抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年に際して24日敬愛する最高指導者金正恩元帥に在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会から手紙が送られました。手紙はキム・ジョンスク女子は10代にして朝鮮人民革命軍に入隊した時から生涯を閉じるまで偉大なキム・イルソン主席がいて朝鮮革命は必ず勝利するとの揺るぎない信念を持って敵弾が雨あられと飛んでくる無数の激戦場でキム・イルソン主席を決死の覚悟で守り国の解放のために輝かしい貢献をした指導者を決死の覚悟で守る権化不正室の愛国者である。国の解放後も主席の導きに忠実に従って朝鮮の女性運動の発展と新しい国づくりに力と知恵の限りを尽くし朝鮮革命の明るい未来を育て上げて父の偉業を代を継いで見事に完成できる万年の土台を築いた。キム・ジョンスク女子は祖国の人民とともに朝鮮総連の活動家と在日朝鮮人女性の皆が代を継いで永遠に見習うべき父方の女性革命家であり朝鮮の偉大な母である。指導者を決死の覚悟で守る偉大な鏡である抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子を見習って私たちの運命の太陽全ての勝利と栄光の旗印である敬愛する最高指導者金正恩元帥の思想と指導に忠実に従っていく決意に胸を燃やしている。土の朝鮮の尽きない繁栄と在日朝鮮人運動の勝利の前進のために敬愛する最高指導者金正恩元帥の健康を心から祈ると述べています。
抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年に際して24日敬愛する最高指導者キム・ジョン元帥に大中国朝鮮人総連合会から手紙が送られました。手紙は10代にして革命を始めたキム・ジョンスク女子は偉大なキム・イルソン主席を政治思想的に命を賭して守り国の解放と土の革命偉業の完成のために全てを捧げて戦った傑出した女性革命家抗日の女性英雄革命の母であった。分けても偉大な金正恩総書記を敵党の光明母子として育て上げて敵党山で切り開かれた土の革命偉業の継承達成を確固と裏打ちしたのは国と民族のために残した女子の一番の業績である。女子の尊い生涯は短かったが国と人民時代と歴史に偉大な革命家の崇高な模範を示したことで諸村民族の心の中に永遠に生きる指導者を決死の覚悟で守った女子の偉大な模範を一生の鏡として主席と総書記の思想と業績を固く守り末永く輝かせ世界がいかに変わろうが敬愛する金正恩元帥だけに忠実に従い元帥に心からの信頼を寄せて決死の覚悟で守る諸村民族の偉大な指導者中国にいる諸村人の優しい父である敬愛する金正恩元帥の健康を心から祈ると述べています。抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生日である12月24日人民軍軍人と各階層の勤労者青少年が万世の丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記の銅像に献花しました。諸村労働党委員長で諸村民主主義人民共和国国務委員会委員長諸村人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥からの花籠が銅像の前に置かれていました。党武力政権機関大衆団体各省中央機関諸村人民軍と諸村人民内務軍の各部隊平壌市内の各機関企業工場学校などの名義で献花されました。一度主席と総書記の銅像に心からの敬意を表しました。この日平壌市内の各所と地方各地の主席と総書記の銅像と太陽のように明るく微笑む主席と総書記を描いたモザイク画にも人民軍部隊、機関、企業などの名義で献花されました。抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年に際して24日諸村山革命烈士陵の女子の銅像に花輪が捧げられました。諸村労働党委員長で諸村民主主義人民共和国国務委員会委員長諸村人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥からの花輪が銅像の前に置かれていました。女子の銅像の両側には諸村人民軍儀仗兵が立っていました。国家軍隊の幹部と党武力政権機関内閣勤労者団体各省中央機関の人諸村人民軍と諸村人民内務軍の軍人平壌市内の勤労者が参列しました。諸村労働党中央委員会諸村民主主義人民共和国国務委員会諸村民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会諸村民主主義人民共和国内閣を共同名義の花輪が銅像に捧げられました。また武力機関勤労者団体各省中央機関教育保健医療市内の党政権機関工場などの名義の花輪が捧げられました。一度女子の不滅の革命的生涯を振り返り黙祷を捧げました。この日ヘリョン市キム・ジョンスク軍キム・ジョンスク海軍大学などの女子の銅像にも花籠が捧げられました。一方反帝民族民主戦線平壌支部の人たちが世尊山革命烈士陵の女子の銅像に献花し敬意を表しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥の深い人民愛が一層感じられる12月ですが有意義な12月24日を迎えて
革命学院と国中の育児院、愛育院、初等学院、中等学院、老人ホームにいろいろな食品が送られました。今日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年記念社会科学部門の討論会が24日ハムギョン北道ヘリョン市で行われました。科学教育革命的出版報道部門党幹部養成機関の研究者教員記者解説係などが出席しました。討論会では今日の伝説的な女性将軍傑出した女性革命家であるキム・ジョンスク女子の尊い革命的生涯と不滅の業績について深く解説した論文が発表されました。偉大な金正恩総書記の朝鮮人民軍最高司令官任命26周年と今日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年を迎え24日平壌と地方の劇場で多彩な記念公演が行われました。モランボン劇場で国立交響楽団の音楽会ふるさとを思う歌が国立演劇劇場で演劇ペスポーさんの女性の同士をはじめ平壌の各劇場で芸術団体の公演が行われました。梁岩道、平安南道、平安北道、観音道、茶岩道をはじめ各地方でも記念公演が行われました。偉大な金正日総書記の朝鮮人民軍最高司令官任命26周年と今日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年記念の青年学生の舞踏会が24日党創立記念塔凱旋門広場をはじめ平壌の各舞踏会場と各道と市郡で行われました。今日の女性英雄キム・ジョンスク女子の誕生100周年記念の青少年の中情を表す歌の集い永遠の中情の日差しが24日ヘリョン学生少年宮殿で行われました。関係者と青年同盟の活動家ヘリョン市内の青少年が集いに参加しました。歌の集いでは市と女性三重賞聖火の思い出男性五重賞寒山法に響いたアリラン女性独唱将軍と共に必ず戻りますなど多彩な演目が披露されました。25日、朝鮮アジア太平洋平和委員会スポークスマンが声明を発表しました。声明は共和国の大陸間弾道ロケットパソン15型のテスト発射の成功に恐れをなしたアメリカは20日間以上も国連安全保障理事国を脅迫したり懐柔したりした挙句23日新たな対朝鮮制裁決議2397号をでっち上げる横暴極まりない国家テロを働いた。2006年以降10回目、今年だけでも4回目になるこの度の制裁決議を通して強盗アメリカは朝鮮の不具大天の旧敵であり必ず決着をつけるべき死ぬられた主な敵であることが改めて実証された。またトランプの覇権的野心は100も承知の上で心もなく調子を合わせた周辺諸国はギャングの頭アメリカの操り人形に過ぎないこともはっきりと浮き彫りになった。国際機構としての公正さと公平さに欠けて久し国連安保理も世界の平和と安全保障という本然の使命まで金繰り捨ててアメリカの強権と戦後の道具に完全に成り下がったことも明白になった。国家核武力干渉の対応の輝かしい実現とともに持つべきもの全てを手にした共和国がアメリカの制裁を素直に受け入れ正義の核を手放して行使されると考えるなら勘違いも甚だしい。トランプは得意な顔をして世界は死でなく平和を望むと厚顔無恥な発言をしているがこの度の制裁決議の採択によってアメリカは自分が望む平和と安全でない鳥獣の時刻を早めてしまったことを思い知らなければならない。この度の制裁決議に積極姿勢を取るだろうと軽薄に振る舞う日本の反動勢力といつになく平和を乞いながらも制裁圧迫の先頭に立っている南朝鮮傀儡集団も制裁の終点は緊張激化戦争であり自分の墓であることをしかと知らなければならない。
周辺諸国はアメリカの強権に屈して制裁に賛成するなら自分の安全が守られ周辺の情勢も平穏になるだろうとの愚かな幻想と隣国を食い物にして利益を得ようとの卑劣な下心を捨てないならいつまでも後悔するだろう。改めて明らかにするが、諸村の核は防衛の核で共和国を絶えず脅かし核戦争を起こそうとするアメリカをターゲットにした正義の核であり、中国やロシア、欧州やアフリカの国々を脅かす核では決してない。諸村半島だけでなく、アジア太平洋地域の平和と安定を守るのが世界共通の敵である強盗アメリカの核であるか、自主と正義の砦である捨て諸村の核であるかを世界がはっきりと見分ける時になった。いかなる制裁圧迫も呵責なく粉砕し、経済建設と核武力建設の並進路線に沿って国家核武力強化の道を突き進む諸村の軍隊と人民の行く手を誰も阻めないと述べています。南諸村傀儡集団が共和国の戦略弾道ロケットの発射を探知し追跡するとの口実のもと、諸村半島周辺海上でアメリカ、日本とともにミサイル警戒訓練を再度行いました。傀儡集団が誰かの核及びミサイル脅威に対応するとの美名のもと、アメリカ、日本と結託してミサイル警戒訓練を相次いで展開したのは、アメリカと日本、南諸村のトライアングルの軍事同盟の構築を急ぐためのものです。南諸村のインターネットメディア自主時報によりますと、6月15日共同宣言実践南側委員会ソウル本部300人ソウル平和会議が20日カンファモンで記者会見を開き、諸村半島の平和のためのソウル地域の185団体の自局宣言を発表しました。一方、南諸村の平和と統一を開く人々という団体が19日、ソウルのアメリカ大使館前で、諸村半島とその周辺で対決の危機を激化させるアメリカを非難する集会を開きました。各国の政党と個人がアメリカの諸村的政策を強く非難し、自衛の国防力強化のために励んでいる諸村人民に全面的な支持を表しました。エジプト国民進歩統一連合党は声明で、ルーマニア勤労者協会書記長は談話で、アメリカの核の脅威を受けている国々が核兵器を保有するのは誰も阻めないとし、国連安保理の対諸村制裁決議が諸村人民に莫大な被害を与えていることを非難しました。エジプト国民進歩統一連合党報道官は、公式の資料を見ると北諸村はとても発達し、西側の制裁に耐えられる力を持っている、西側の宣伝と違って北諸村は団結し安定した国であり想像力が強い国だと述べました。ブラジル自由祖国党副委員長は新聞オラドポボに発表した論評で、諸村が世界の脅威になるというトランプの発言はただの奇弁に過ぎないとし、北諸村脅威説は諸村民主主義人民共和国を侵略し自分たちの支配主義の野望を実現するための口実に過ぎない、これはアメリカを孤立状態に陥れかねないと警告しました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当はチェ・ジョンイル、カンソニでした。こちらは諸村の声放送です。この時間はギニア市長文学思想研究会アブドライエ・ディアロ会長自作の詩をご紹介します。北東の栄光、ペクトーさん、諸村革命の聖なる山、ここで不屈の青年将軍キム・イルソン主席、抗日戦争を宣言した。
主の導きのもと、攻撃パルチザン、天使の聖なる水を飲んで、数と技術の優勢を誇る日本を、英雄の精神で打ち破り、国を解放した。徳藤さん、まさにここで、世にまでな総帥、金正日総書記、徳藤本営母子として差し上り、祖孫は止めれない幸運に恵まれた。徳藤さん、徳藤さん、おもそかなり、爽快なり、世界の非抑圧人民に、革命勝利の信念が変える、徳藤さん。徳藤さん、まさにここで、敬愛する金正恩元帥、金日成金正恩主義の旗を立て、長く祖孫革命を輝かせ、祖孫人民に平和の栄光を与える、秘密の誓い宣言する。主家の太陽、金日成将軍、天然の太陽、金正恩将軍が仰ぐ、この名も高き徳藤さんは、中一人の天が授けた偉人、金正恩将軍を21世紀の太陽に仰ぐ。徳藤の聖なる山、太陽の山として、数を増している。歓喜に満ちるこの瞬間、大西洋の岸辺から来たアフリカの詩人、私は、世界に向けて叫び、また叫ぶ、金正恩将軍、万歳。ただいまで、ジュニア地球民族思想研究会、アブドライエ・ディアル会長自作の詩をご紹介しました。祖孫の機内。今年祖孫では、世界的な仏教国建設の歴史に特筆すべき偉大な出来事が相次ぎ、国力と国の機内が世界に誇り示されました。社会科学院の研究所所長で博士助教授のホン・チョルハさんのお話です。平壌最高領土が金正恩同志兄弟に呼び込みて、敬愛する最高指導者金正恩元帥の正しい導きのもとに、共和国ではアメリカ帝国主義者の度重なる核戦争の脅威に対応して、自衛の国防力をしっかり固めてきました。その過程に世界を驚かせる数多くの成果が次々と連続して収められ、人民を喜ばしました。今年だけでも数回の大陸間弾道ロケットのテスト発射がありました。3月18日、宇宙開発分野で世界的レベルの衛星運搬能力と労働と渡り合える主体的な大出力エンジンの地上噴出実験が成功裏に行われました。これに基づいて強力な大型重量核弾頭の搭載が可能な新型の T-31 中長距離戦略弾道ロケット火星12型のテスト発射が5月14日成功裏に行われました。8月4日は大陸間弾道ロケット火星14型のテスト発射が成功裏に行われました。その後、大陸間弾道ロケット火星14型の第2次テスト発射が7月28日の夜成功裏に行われました。また11月29日の未明、アメリカ本土全域を打撃できる超大型重量級核弾頭の搭載が可能な新型大陸間弾道ロケット火星15型のテスト発射が成功裏に行われました。困難が折り重なるほど、敵対勢力が妨害するほど、屈することなく立ち向かってさらなる勝利を収めるのが父の祖孫の英雄的機内です。敵対勢力の必要なプレッシャーと制裁の中でも、自力自強の威力で強力な核戦争抑止力をしっかり固める一方、社会主義の最後の勝利を目指して突き進む祖孫人民の力強い進軍を阻める力は世界にありません。
祖孫の気概に交代してお話しました。